木崎溜めゆき木崎溜めゆき9月1月から1980年10月15日は日本の弁護士、政治家、右翼活動家、衆議院議員。旧姓、伊賀。兵庫県宇内郡本山村で伊賀平内左右者の次男として生まれ木崎、荒市の養子となる。1920年、東京帝国大学法学部法律学科を卒業した。 1921年から1923年女子、学習委員教授を務めた。1924年大阪市で弁護士を開業。1940年10月、第2本翼産総年団総務に就任。即天塾から1942年4月、第21回衆議院議員総選挙に、兵庫県第五区から翼産政治体制協議会の推薦を受け出馬して、当選し、 翼山政治会に参加し、その後、無所属クラブに所属して、衆議院議員を一期務めた。この間、兵庫県翼山総年団理事、厚生省委員、翼山政治会政調成長厚生委員などを務めた。戦後、1948年、新日本国民協会を結成したが、公職追放となり、同区門に就任。その後、祖国防衛同士会委員長、 日本専有団体連合会顧問、大阪日の丸会理事長、憲法の改正は任、民法会長兼中央委員長、報告信用組合理事長などを歴任した。1980年10月、老衰のため、姫路市の病院で死去した。ありがとうございます。